はい、皆さんこんにちは、サイバーポジティブ東通代表の松山でございます。ドットアップ最後の、ご質問でございます。ドットアップシリーズのザ・ワールドを、制作するときに一番影響を受けたインスピレーションは何でしたか？それぞれちょっと違いますね。一番最初の、ドットハック無印全4巻の、制作を行った時のあれ、実は私が、まだアーティストだった時に、作ってましたので、現場の人間といろいろ相談をして、当時ですよ、2002年の前です。だから1999年、2000年、2001年ぐらいです。その当時に流行っていた、MMORPG。 当時だとリネージュ、ウルティマオンライン、ラグナロクオンライン、あとディアブロ、まあそれ以外にもいくつかオンラインゲームあったと思いますけども、まあありとあらゆるオンラインゲームを、研究し、まあそれらの平均値って言ったら変ですけども、いわゆる典型的な、オンラインゲーム 3D ポリゴンの、オンラインゲームという設定を、CC 社っていうあの架空のゲーム会社ですけども、そこの、開発者になりきって我々はあの設定を作りました。でゲームはね、あのザ・ワールドっていう世界観が特殊すぎるとやっぱ入りにくくなってしまうし、世界ですごく売れているっていう設定のゲームなので、あのいわゆる世の中で流行っているものの平均値をとって、そこに、ケルト神話っていう、ちょっと一般的じゃないあの神話の世界っていうものを、重ねて、独特 の、 あの世界観を作るっていうことを、やりましたね。なんでまあインスピレーションは当時流行っていたオンラインゲームと、いうことになります。で続編のドットワーク GU を、作るときっていうのは、もう少しちょっとストーリーや、切り口キャラクターも、ちょっとマニアックな方向に行くので、世界観もちょっと一新して、もう少しザ・ワールド自体も、いわゆる PK プレイヤーキラーっていうね、そういう、まあ悪い人が、横行する時代になったので、あの世界観自体ももう少しちょっとこうスチームパンクの要素とか、黒い革のベルトとか、あとその武器にね、いわゆるチェーンソーの要素とか、そういう結構トゲトゲしたものを新たにやっぱ足しましたね。なんで無印の時と GU では随分と世界観がガラッと変わったと思いますけど、これは意図的にやったことです。ゲームのテーマに合わせて世界観を変えました。まあ、リンクはまたちょっともう少しこう年齢層を下げてポップな感じっていうことで世界観も変えましたけども、基本はリンクの場合は昔のドットアップたくさんあるものをまあ渡り歩くやっぱゲームだったので、それぞれの、ベースに、依存してるっていう感じですね。はい、まあザ・ワールドに関する、まあ、ピンポイントの話ってなかなかね、今まで、まあ、あんましてきてないかもしれないですけれども、マニアックな質問ありがとうございます。皆さんの応援がまた新しいドットワークを生み出すことになるかもしれません。引き続き応援よろしくお願いいたします。よろしく。